に何しに来やがった、麦わらのルフィ。お前をぶっ飛ばしに来た。てめえのような口先だけのルフィなんざいくらでもいるぜ、このグランドラインにゃよ。何をしに来た、麦わらのルフィ。お前から国を取り返しに来た。国？おかしなことを言うやつだ。国はこれから奪うのさ。もう奪ってるじゃねえか。ここが本当にあいつの国なら、ビビはもっと笑ってられるはずだ。それが戦う理由か？他人のために死ぬのか？この国もあの王女も海賊のお前らには何の関係もねえだろ。ビビは人に死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとするんだ。ほっといたら死ぬんだよ。お前らに殺されちまう。わからねえやつだ。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから。仲間だろうが、あいつが諦めねえ限り俺たちも戦うことをやめねえんだ。たとえてめえらが死んでもか。死んだ時はそれはそれだ。刀がうずく。これでビビもアラバスタも救われるわね。はあ、クロコダイルを倒したことでな。まさか二度も戦う羽目になるとは思わなかったぜ。あんたはクロコダイルと直接戦ってないでしょ。もっと強くなるぞ。力が戻ってきてね。やったー、ようやく感覚が戻ってきたぜ。いい調子だ。悪くないわね。おい見ろ、クロコダイルのやつ。おお、なんだあれ。どういうこと。あんな状態見たことないわね。何が起ころうと変わらねえ。俺はワニのやつをぶっ飛ばしてビビの国を取り返す。どういうことだ、何が起きてる。気をつけろルフィ、様子がおかしいぞ。おいお前、やったやったー、修行の成果が出てきたね。怪物と呼ばれようと。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が、この俺を誰だと思ってやる。戦いの続く宮殿広場で声を限りに叫ぶビビ。しかし興奮した戦士たちにはその声が届かない。その時、轟音とともに広場に何かが落ちてくる。それはルフィに敗れたクロコダイルだった。突然の出来事に戦乱が止まる。同時に降り始めた雨に戦場の殺気が渦巻っていく。戦いをやめてください。
の叫びが彼らに届く。人々を救おうと必死に抗う王女の声が。今降っている雨は昔のようにまた降ります。悪夢は全て終わりましたか。武器を捨てる両軍の兵士、麦わらの一味に救出された国王トムラも姿を現し、民衆に終戦を宣言する。こうしてアラバスタの内戦は終結し、王女と共に命を懸けた海賊たちの戦いは誰も知らない。仲間の人たちは町に出て行かれましたよ。探しに行かれますか。今夜は宴となります。それまでには帰ってきてくださいね。私も一緒に行くわ。よし、じゃあみんな探すか。もう時間か、ルフィ。マドモアゼルとの別れは寂しいが、行くしかねえな。宮殿に戻るんだろ。さっさと行くぞ。
街の雰囲気。ずいぶん変わったわね、街の雰囲気。最初に来た時と。そうだな。私は大丈夫よ。宮殿に戻って。腹減った。そろそろ宮殿に戻るか。ロビンが来れないのが残念だな。そうだな、チョッパー。ロビンちゃんには今度俺がとっておきのアラバスタ料理を振る舞うぜ。俺も三時のアラバスタ料理食いて。ああ、全員ちゃんと食わせてやるよ。仲間よ。
私に寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。菜の花の港で12時まで待つとリリに伝えてきたわ。リリ、今度は一緒に来てくれるのかな。本当か、一緒に来るのか。リリ、そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、リリちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回、メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ。弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて。この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね、ネイカル。あなたはどうしたい？しまうのか。そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、うかつに単独行動取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。上陸するぞ。熱試合ちょっとアラバスター、ついてかれよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ビビ、来るかな。ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなメリーに乗り込め。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞ、ビビだ。
輪になって並んで。何なんだよ、リム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風につながっていれば一度で済むわ。なるほど。どういうことかしら。記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一員。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂塵の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。